立憲民主党の泉代表が代表選の候補者をめぐり記者の質問に回答したとのことですが、逆切れでの反論にツッコミが殺到して大炎上しているようです。記者の質問内容と泉代表の情けない回答、専門家の見解、世論調査による代表選で支持する候補者など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の泉健太代表が25日、9月の党代表選について、若手や女性が立候補する動きがないと記者団に問われ、私は若手です。勘違いしないでください。とけしきばむ場面がありました。泉代表は、当選8回で、7月に50歳になっています。自民党総裁選で立候補を表明した小林鷹之氏らが、自身と同学年ながら若手とされることを引き合いに、小林さんは僕と同い年で、小泉進次郎さんが僕より数歳下ぐらいの話、自民も若手ばかりではなく立民と変わらないと強調、報道側の印象操作だと訴えた。泉氏以外に若手の動きが見えてこないと重ねて指摘されると、なぜ以外とするのか、代表を一度務めたから若くないみたいに思わせる報道があるとしたら、それは間違いだとまくし立てました。その上で自らの任期3年を振り返り、さまざまな局面があったが忍耐強く続けてきた、何を言われようともこの党を安定させて成長させていくために歯を食いしばってやってきた自負はやっぱりあると、再選出馬への意欲をにじませていました。ニュースを深掘り。というわけで、泉代表が代表選の候補者めぐり記者の質問に逆切れして反論したということでしたね。この泉代表の言動に専門家は、立憲民主党の代表選において再選を目指す泉氏も若手であることは確かである、しかし代表ではあるものの、その党の運営において岡田氏や安住氏というベテランに任せてしまっているために、泉体制においては若さが足りないところがあるという評価にも一定の理由がある。ここで泉氏が巻き返すためには、大統領と副大統領を選択するアメリカ大統領選挙と同様に、例えば幹事長や政調会長などの重要ポストを事前に提示し、次期泉体制というチームを選択してもらってはどうだろう。そこに刷新感を示すことができれば、若さが足りないという声は払拭できるはずだ、と語っています。ただ、ネット上では、ただ若いだけじゃなく期待させる若手ってことじゃないかな。泉さんは、3年間やっただけで党内もまとめられず、推薦人集めにも苦労する始末。あっちこっちに良い顔しようとして何も決断できない人って印象です。若い世代を中心に立憲を変えると言いながら、旧民主が幹部に復活。何でも批判路線をやめると言いながら、最終的には元通り。共産党との関係も断ち切れず、あやふやな発言を繰り返す。こういうところが国民の支持率の低迷につながっているのです。さらに政治の世界では、確かに50歳では若手の部類かもしれない。それは世間一般的な年齢ではなく、政治家としての経験も加味されるからだ。つまり泉さんはまだ50歳ということですが、政治家としては党代表も務められたのですから、逆に他人が若手呼ばわりするのは失礼と考えるのが普通ではないでしょうか。そこはけしきばむのではなく、ジョークで返すくらいの余裕が欲しいとこですね。立憲も少しは考えたらどうなのだろうか。党首選に出ることができるのは議員の20人の推薦人が必要だそうだ。それでは新しい顔が出てこないことは明白でしょう。
国会議員数が自民と違って少ないにもかかわらず、自民と同じ推薦人数って、これでは刷新はできないであろう。国会議員であり続けていれることが、主題で国を主導していこうとする気概は全く感じることはできない。自民案に反対するだけの立憲と揶揄されることは、仕方のないことだろう。と、ツッコミが殺到しています。裏金問題で自民党が批判されていた4月頃には、総選挙があれば、私が次の総理だと調子に乗っていたようですが、永田町では、泉代表の交代論が急拡大していると言われています。泉氏自身は、再選への意欲をにじませるが、9月の代表選は、次期衆院選での政権交代を睨んでの党首選びとなるだけに、同党幹部の間で経験不足の泉氏は、首相候補としての資質に欠けるとの声が相次いでいます。6月下旬に閉幕した裏金国会での自民党の右往左往ぶりと、野党第一党を狙う日本維新の会の迷走が、立憲民主への強い追い風となり、5月連休中の衆院補欠選挙や静岡県知事選など各種首長選でも連戦連勝し、政権交代への国民の期待も高まっていましたが、その一方で野党選挙協力などをめぐる泉氏の指導力不足も目立つことで、同党内では野田佳彦元首相や枝野幸男元官房長官ら経験豊富な実力者の代表選出馬に期待する声も広がっていました。ちなみに、毎日新聞が24、25の両日、全国世論調査を実施し、9月にある立憲民主党の代表選で誰が選ばれてほしいか尋ねたところ、最も多かったのは野田佳彦元首相の 27% で、2位は枝野幸男前代表 14%、3位は泉健太代表 7% となっています。質問では、代表選に立候補が取り沙汰されている国会議員6人から選んでもらいましたが、この中にはいないは 19%。わからない、関心がないも 24% ありました。この結果を見ても、泉氏が若手だろうがベテランだろうが、泉氏自体に、代表としての器を感じる有権者が少ないのでしょうね。仮に代表選に出馬し、再選を果たしたとしても、立憲民主党が政権交代可能な政党として生まれ変わることなど、全く期待ができず、現状のまま右往左往を繰り返し、自民党がこのような状況の中でも、次期衆院選で大敗を喫するのではないでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。こんなんで政権交代を口にする感覚がわかわん。恥知らずにも程があるだろう。次は枝野で決まり。泉は、推薦人すら集められなくて予選敗退わら。今回は顔見せでいいんだから。とりあえず誰か新顔入れといたらいいのに。なんでそこまで頭回らんのだろう。私は、コバと同い年ですよ、あはは。で済む話。こんなので怒ってたら、首相なんて、夢のまた夢のまた夢。8期やっても、政権運営の実務経験、ほぼないんだよな。文句ばかり言って仕事しない、社内無職の老害と変わらん。それは、政治家が、一般社会の常識と大きく乖離している証拠だなわら。一般的な会社では、完全に定年を過ぎた老害が、でかい面してのさばっている現状をなんとかすべきわら。客観的には泉の言ってる通りだが、こういう時、もっとうまい返し方ができないところが、政治家として話にならない。ただの実力不足の若造を若手とは言わん。若けりゃいいというものではない。
若手ってのは年齢だけで決まる話じゃなくて当選回数も考慮される。泉健太は衆院8期で古賀ホークは4期。泉の当選同期は自民党だと菅原一秀。当選回数では中堅だよ。立憲民主の総裁選、現党首、前党首、元総理、もう少し新鮮な感じを出した方が良いのでは。女性も一人くらい入れてさ。若手かそうでないかがそんなに重要か。そんなにレッテルばかり気にしてるからダメなんだよ。泉さんは他党やマスコミに対する物言いは勇ましいけど、党内部に対する掌握が全くもって不十分。そういう意味では確かに若手らしいのかもしれない。立憲民主党の党首に求められる若さとは年齢ではなくて刷新なんだと思うんだけどね。自民党が地道を上げて刷新感を出そうと躍起になってる時に、私はまだ50歳なんだ。はないだろう。若手ゆえに判断力も求心力もなく、所属議員の暴言方言問題行動があっても岡田に判断丸投げみたいなガバナンスしかできてないもんな。愛の感想。このニュースあなたはどう思われましたか。泉代表相変わらずずれてますね。なぜそこに食いつくのか恥ずかしいだけです。泉さんが代表になってから3年ぐらい経っているはずですが、国政はおろか党内にもまるで爪痕を残していません。ですので本来なら現職である泉代表が最も有利なはずですが、推薦人の20人さえ集められていない状況です。現職としての実績を売りに出せないので、自分も若手だと若さにしがみついているのでしょうか。現代表が若手と言われること自体、普通に考えればやばいことだと思わないのでしょうか。いずれにせよこれだけの期間代表の座にありながら何の実績がないとなれば、今後実績を上げることはまず期待できません。昔の名前で出ていますと揶揄されてはいるが、野田枝野両氏の方が政治家としての能力は泉氏よりははるかに上であり、おそらく泉代表の再選はないでしょう。誰がなっても有権者に支持されることはないですが、みんなそう思っていることでしょう。あなたはどう思われますか。あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。